どうもこんにちは、オレンジ先生です。よろしくお願いします。中学受験漫画2月の勝者第11巻レビューパート3でございます。さあ第11巻のレビューもね、いよいよ大詰め、最後のところに入ってまいりました。具体的にはですね、96話から98話までのレビューを今回行いたいと思います。さあ早速ね、中身に入っていきたいんですけれども、注意、ネタバレを含みますので、まだちょっとネタバレ食らいたくないんだよなっていう人は、ぜひですね、高瀬翔大先生の2月の勝者第11巻を読んでからこの動画を見ていただければと思います。さあそんな私、オレンジ先生は受験関連のコンテンツを発信していく人です。よければチャンネル登録をお願いします。さあ早速第96校11月の再起というところから始めていきたいんですけれども、ちょっとね、この96話っていうのは、あの柴田まるみさんっていうね、女の子がいるんですけれども、その柴田一家の、まあ、結構ね、重要なお話となってきます。まあ、物語が動いていく中での重要なお話になってきますので、こちらはですね、コミックス11巻にて詳しく見ていただければなと思います。さあということで、もう早速第97校からレビューしていきたいと思うんですけれども、さあ季節柄は11月でございます。11月の虚栄というタイトルですね。今これね、ちょうど動画出してるのも11月ぐらいなんで、ちょうどタイムリーなね、内容になってくるかなと思ってます。さあ早速ですね、調査書の話に入っていくんですけれども、まあこれはですね、あの柴田まるみさんっていう女の子が、まあ JG 女子学院を目指していますと。まあ成績的にも結構厳しいんだけれども、そこにプラスアルファ調査書が必要だと。まあその調査書っていうのは、その学校でのね、成績っていうのがまあ反映されるんだけど、その学校の成績もね、まあその柴田まるみさんっていうのは、まあちょっとこう不登校気味というか、なかなか授業に参加できてないところから、まあ各科目のね、評価がオール3度もらえないと、最高評価もらえないっていうところがあって、まあ柴田ママはすごいそれ心配してたんですよ。いや、ただでさえ成績で届かないのに、調査書も全然ダメだったら、もうこれ勝ち目ないじゃん。で、うちの子には今ちょっとあんまり大きな失敗させたくないから、やっぱり JG やめといた方がいいんじゃないっていう風に、まあ柴田まるみママは思ってたわけよ。まあただ、まあなんやかんやあって、結局ね、まあ柴田ママっていうのは柴田まるみさんのこの女子学院受験っていうのを応援するようにはなるんだけれども、で、まあそういった連絡が、まあこの桜花ゼミナールね、黒木先生所属する桜花ゼミナールに連絡が入りましたと。で、そこで、あ、いい感じの流れになってよかったですねっていう話になったんだよ。ただ、学校のさ、その評価が全部3じゃないっていうか、まああんまり良くないよねみたいなところっていうのはまだ残っていて、桜さんがこう聞くわけですよ。いや、まあ JG 受けるのはまあいいとしても、ただ調査書の件は大丈夫なんですかっていうふうに黒木先生に聞くわけ。で、そこで黒木先生がこう言います。合否を決めるために調査書を使用する学校は少ないと思います。実際何校かの関係者にそう聞きました。というふうに言うわけですよ。まあ要するに何が言いたいかっていうと、一般的な中学受験において調査書っていうのは合否にあんまり関係ないんですよ。そんなことよりも、まずはテストの点数ですよね。で、面接があるなら面接ですよね。いわゆるそういった試験で合否っていうのを決めるものであって、調査書っていうのを直接合否にダイレクトに影響させるっていうことは、まあないですよねっていうことを、まあ黒木先生は言ってるわけよ。ただ、都立受験とか、例えば高校受験とか、そもそも報告書とかね、まあそういう調査書系がいるっていうふうに、それを合否に反映させますよっていうふうに言ってる場合は別にしても、一般的な中学受験の場合、そうとは言ってないので、だからそもそも調査書なんて別にそんなに気にしなくていいですよね。まあ相当ね、相当やばかったらまた別の話だけれども、まあある程度普通であれば、特段入試において気にする必要ないですよねっていうふうなことを言ってるわけよ。で、これに関しては僕も全く同意で、いや普通にこのさ、今97校だけどさ、96、95、94校ぐらいからずっとそんなことを思ってたんだけど、やっと言ってくれたのよ、黒木先生が。調査書なんて別に気にしなくていいよねっていうのをずっと僕思ってたんだけど、言わないのよ、この人。だからここで疑問が生まれたのよ。さあ、こちら4話前ですね。第93校での黒木先生と柴田さんとの面談のシーンなんですけれども、まあこのね、柴田ママ気にしてるわけですよ。JG 受けるにあたって調査書大丈夫なんですかって気にしてるわけ。で、黒木先生が調査書の件でしょうか。で、柴田ママが、はい、あの、万が一奇跡的に学力が届いたとしても、授業に出席できてないあの子がそこで落とされる可能性も、てんてんてん。で、黒木先生こういうわけ。そうですね、その点でご心配であれば、学校の方に出席日数をちょっと確認してくださいっていうふうに言うわけ。で、そこで面談のシーン終わっちゃうのよ。で、まあ、これは、まあ、僕はね、客観的に見てるから言えることかもしれないけれども、黒木先生ね、ちょっとミスってんのよ、これ。一応、こっからの文脈説明しておくと、この後に柴田ママが確認すんのよ、学校に。ちょっと調査書の件で伺いたいんですけれども、出席日数とかって大丈夫ですかねっていうふうに聞くの。そうしたら学校の先生が、まあ、出席日数とかは特に問題ないですけれども、ただ授業には出れてないんで、その各科目の評定として、3を上げることはできないんです。最高評価3を上げられないんですって言われるのよ。でも柴田ママは、もうその3がもらえないっていうことに僕もガビーンってなって、もうそればっ
っかりに気になるのよ。でもう完全に闇落ちしちゃって、娘の丸美さんに、あんた JG やめときなさい、勉強どんなに頑張ったって授業に出れてないんだから評価3もらえないのよ、それだったら調査書で受かれないじゃないっていう風な、まあまあ正直わけわかんないことを言っちゃって、で丸美さんがちょっとこうメンタルやられちゃうわけじゃん。で結構ね、まあそこで、まあ、前回前々回の内容にはなるんだけれども、まあちょっと柴田ママと柴田丸美さんの間でちょっとこうめんどくさいことが起こったわけよ。それもこれもさ、この第93項のこの面談の時点で黒木先生がそもそも待ってくださいと、調査書のことはそもそも合否にそんなに影響しないので気にしなくていいですよっていう風なことをまず言うべきだったんだよね。だからもし僕だったら、一旦まず理解してほしいのは、調査書のことはまず気にしなくていいですと、そんなにまず合否に大きく関わってくるのは当然テストの点数であると。で面接があるんだったら、まあ面接ももちろんちょっとは影響してくると。ただ調査書においては合否に影響しないと考えて大丈夫ですよ、安心してくださいっていう風にまず言っとくべきだったと思うんだよね。でその上で、ただちょっと出席日数うんぬんとかっていうところはちょっと一応確認しといた方がいいと思うので、学校の方に出席日数ちゃんと足りてますかっていうことを確認した上で、でその確認結果をまた私に教えてくださいっていう風にちゃんとそこまで言ってあげるべきだったと思うんだよね。少なくとも僕だったらそういう、ここでのねチームプレイをねちゃんとやっておけば、まあ、前回レビューしたような柴田ママのメンタルクライシスであったりとか、柴田ママと柴田丸美さんのねこの親子でのなんかゴタゴタみたいなことも起こらなかったはずなんだよね。だからねここら辺のねやっぱね黒木先生はちょっと謎いんだよね。でまあ一応柴田ママもこうすべきだったよねっていうところがあって、一応黒木先生はね出席日数に関してちょっと学校に確認してみてくださいっていう風に言ってんのよ。でさ、まあこれ日本語の妙っていうかさ、確認してくださいってさ、確認したらその結果を報告してくださいねっていうところまでセットじゃん。だってさ、確認してくださいねって言ってさ、その人が確認しただけでさ、でどうなりましたって聞きたくなるじゃん。だから確認してくださいねって確認するだけじゃなくて、確認した上でまた戻してくださいね、その情報どうだったかを教えてくださいね、報告してくださいねっていうところまでセットじゃん。だけど柴田ママはこれ確認して終わってんのよ。でこの最高評価の3をつけるわけにはいきませんっていう風に先生に言われて、3月かな、いや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 ってなってる。もうガビーでももう視野、もう視野狭狭、もう猫しか通れないぐらい狭い視野になっちゃって、でもう家帰って早速娘に当たってんのよ。だからその前にまずこう3月かないんですよ、どうしたらいいんですか。まあそうなるのは仕方ない、メンタルクライシスになるのは仕方ないけれども、その上でやっぱり黒木先生にすぐ相談すべきだったと思うんだよね。そうしたら多分黒木先生も、あいや落ち着いてくださいと、その別に最高評価の3がつかなくても全然調査書問題ないですから、出席日数がちゃんと足りてるんであればそれって大丈夫ですからっていう風に多分そこでのやり取りできたんだと思うんだよね。だから柴田ママは柴田ママで、ね、ちゃんと確認してくださいって言われたら確認した結果を黒木先生にまた報告すべきだったと思うんだよね。でいやいや俺に先生何をそんな細かいこと言ってるんですかってなるかもしんないけど、意外とこういうチームプレイ超重要だから、まあなんやかんやで柴田一家はなんかいい感じにはなっているものの、でもさそこのさ情報連携であったりチームプレイっていうのをさちゃんとやっとけばさ、柴田丸美さんだってさ泣かずに済んだしさ、柴田ママだって娘にひどいこと言わなくて済んだわけで、ごたごた怒らなくて済んだわけよ。だからねまあ総合的に見るとここら辺の一連の流れはちょっと黒木先生がちょっとなんかミスってんなっていう感じ。最初っからさこの内容言っときゃよかったじゃん、なんで後出しで言うのみたいなさ、しかも職員室内だけで最初っからこれ言っとけばさ柴田ママどんだけ安心したかだよね、関係でえんだぜって。さあそしてさっきのね黒木先生と桜先生のまあまあ職員室のシーンがあるんだけれども、そこの続きで、まあ、受験本番の時の服装の話になるのね。でたとえ面接があったとしても、例えばさまあお受験スーツっていうのかな、その面接のためのスーツなんか着る必要はなくて、むしろ超重要なのは服装で気をつけていただきたいところは、むしろ防寒そして室内で調整できる衣服の組み合わせであることの方が大事ですねっていう風に黒木先生は言うわけ。これめっちゃ重要です。ちなみにまあ僕自身の受験の体験談でもあるし、かつやっぱりいろんなねこう受験生からの話を聞く限りでもやっぱりそうだけれども、どうしてもね暑かったり寒かったりすんのよ。でまあただでさえさ受験本番ってもう緊張やらなんやらで、もうなんかね体がちょっとおかしくなるのよ。まあお腹痛くなったりとかさ、急になんかほてってきちゃったりとか、なんかわかんない手が震えてきちゃったりとか、まあいろんなことがありえるのね。でもその中でもできるだけ防げるものは防ぎたいよねっていう話なのよ。でまあまあ受験ってさ1、2月だからめっちゃ寒いわけじゃん、もう極寒なわけじゃん。だからまあすっごいあったかい格好で行くのはいいんだよ。でまあ回路とかさ忍ばせてさ、まああったかい状態で試験会場に行くっていうのはまあもちろんオッケーなんだけれども、例えばさ室内はちゃんと暖房効いてたりするわけよってなってくると、結構もう冬のガンガンあったかい格好で行ってさ、もうなんかそれ脱いだらなんか下着みたいなことになっちゃうとさ、まあ暑いからといってさ脱げなかったりするわけじゃん。だからそういう体温調節のためにちょっと脱ぎ着しやすいようなさカーディガンとかパーカーっていうのがいいよねとか、あとこれもあるんだけど、回路って何種類かあるじゃん。あの持つ回路とさ貼る回路があるじゃん。で胴回り冷やしたらダメだから、あんたでっかい回路貼っときなさいとか言ってさ、貼る回路をさ例えばお腹と背中に貼るとするじゃん。じゃああれってさなかなか剥がせないのね。ってなってもう試験本番の時にも熱っ熱っが気になっても、熱って熱って全然試験集中できないみたいな、そういう時もあるし、まあどうしてもさやっぱり空調設備っていうのはさ偏りがあるから、そのエアコンの真下だったとかさ窓側で
超寒かったとかさ、もうそれはもう仕方ないじゃん、ランダムだからさ、どこに座るか分かんないわけだから。だからそこのさ、なんか運を願うんじゃなくて、どんな状況でもできるだけ快適な状態で試験が受けられるような、まあ服装の工夫ですよねっていうのをしていくっていうことが重要ですよってこと。だから面接でなんか小綺麗に見えた方がいいなとか、そういう見場の話じゃなくて、この体温調節とか体調のこと、こっちを優先して服装っていうのは選んでいこうねっていう話なの。さあ同じく職員室のシーンなんですけれども、少し話題が変わりまして、第一志望校に受かる生徒って中学受験生の3割しかいませんよねみたいな話が、まあこの2月の勝者の漫画内で出てくるんですけれども、その話を深掘るようなちょっと文脈に入っていきます。で、黒木先生がこう言います。その第一志望に7割が受からないことはあまりにシビアなデータですが、実はなぜ7割になるのか隠された真実がありますというふうに言うわけですよ。でさ、これ僕だけなのかなって感じなんだけど、第一志望校にさ、まあ3割が受かるってことは7割が受からないってことなんだけど、第一志望校にさ7割の生徒が受からないってさ、なんか僕からしたら全然シビアじゃないんだけど。てかむしろ3割も受かんのって感じ。だって3割って言ったらさ、まあまあ大体3分の1ぐらいじゃん。だって3人に1人がさ一番行きたい学校に受かってんだよ。だから僕からしたらまずそもそもシビアじゃないよな、全然あまりにシビアなって書いてるけど、僕からしたら全然シビアじゃないなって思っちゃうんだよねっていうのがまず一つ。さらに僕の塾講師経験の感じで言うと、肌感覚ではあるけれども、統計とか取ってないよ、だけど自分の肌感覚的にはもうちょい数字が辛い。だから2月の勝者内では、まあ、3割が第一志望校に受かるって話やん。僕の肌感覚ではね、1割から2割ぐらいな感じがする。3人に1人も第一志望校に受かってる感覚はないね。まあまあ今まで少なくともね、数千人は見てきてるけどさ、もうちょい辛い気がするんだよな。だとしても別にシビアとは思わない。ちょっと待ってください、オレンジ先生、第一志望校に受かるのが2割しかいないって、1割しかいないって、そりゃめっちゃ厳しいじゃないですか、シビアじゃないですかって言うかもしんないけど、そのさ、シビアな目標あるいは厳しい目標を立ててるの誰なんですかっていう話じゃん。別にさ、塾講師が第一志望校決めるわけじゃないから、それぞれの生徒もしくはそれぞれのご家庭がここ第一志望校にしますって言って決めてるわけでしょ。その第一志望校が厳しいあるいはシビアなだけじゃん。たまにニュースとかでさ、なんか第一志望校に1割から3割しか受からない、中学受験ってとてもシビアですねみたいな感じの文脈で使われることあるんだけどさ、いや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 、だって中学受験がシビアなんじゃなくて、立てる目標がシビアなだけなんでしょっていう話じゃん。だから簡単に言えばシビアな目標を立ててる人がいっぱいいるっていうことなんですよ。だから3割ぐらいしか第一志望校に受かんない、まあ僕の感覚では 1,2 割ですけれどもってことなんじゃないの。逆を言えば7割とか8割とか9割の人たちがまあまあ期待値的に受からないですよねっていうところを第一志望校に設定してるだけの話でしょ。ただそれだけの話なんじゃないのって僕には思えちゃうから、全然シビアでもなんでもないんだけどっていう。だから別に全然シビアっていうか、それは当然なんじゃないのっていう。だからもしさ、多くの人がチャレンジ校とかお宝くじ校を第一志望校にするんじゃなくて、例えば安全校とか適正校を第一志望校にすれば、第一志望校に受かる生徒って多分6割超えると思うんですよね。ただそれだけの話だと思うんだけどって僕は思っちゃうんだけど、皆さんどうですかって感じ。全然なんか中学受験が厳しいみたいなさ、シビアなデータ、あまりにシビアなデータって言ってるけどさ、いや目標設定の問題だと思うんだけどっていう。でもうちょっとだけ喋らして、で黒木先生が、実はなぜ7割になるのか隠された真実がありまーすってさ、このさピカーって背後さライトつけて言ってんだけど、いやいや隠された真実も何も、7割ぐらいの人がいやまあ期待値的に受からない学校を第一志望校にしてるだけの話ですよね。だから別にだから隠れてもなんでもないっていうか、統計的な話っていうか、数学的な話っていうか、それだけな気がするんだよね。わざわざ部屋暗くしてさ、背後ピカーって光らせてまで言うことではない気がするんだよな。さあシーンは打って変わってですね、桜花ゼミナールの R クラス、まあ一番下のクラスなんですけども、そこに所属する今川家ですね、今川リーサさんっていう、まあこの左の方ですね、この今川家の話に入ってきます。でまあ僕勝手にこの今川家をお笑い担当だと思ってんだけど、今回もね笑わせてくれました。もう爆笑しちゃいました。まあとにかくこの今川リーサさんっていうのはもうね全然勉強しないんですよ。だから成績も全然上がっていってないんですよ。首都圏模試で大体偏差値44ぐらいなんですね。でそれは親も知ってるはずなんだよ、今川も知ってるはずなんだよ。なんだけど、まあ、難関校に行かなきゃ意味がないっていう風に思ってて、もうガンとして難関校に行かしたいのよ。だから第一志望校確かまあ吉祥女子なんだけど、でもいろんな先生に、まあ、第一志望校それ厳しいんでちょっと下げましょうって言われてんだけど、意味が分かりませんみたいな感じでずっと言い続けてんのね。そんな今川ママがこう言います。ママね、調べたの、ネットで偏差値が届いてなくても過去問をやり込むことで合格できたって体験であったからさって、さすがのイビーサさんもこう言います。まあまあさすがにもう吉祥はちょっと桜花でも伸びるでも先生たちがっていう風に言うわけ。だからもう周りみんなに反対されてるのよ、言っちゃえば。だけどもうこのママは絶対に譲んないわけ。そんなこと言われて悔しくないの、あんたが本気出せば全然いけるんだから。まあね、我が子の力を信じるというのはすごくいいこと、すごくいいことではあるけれども、さすがに首都圏模試偏差値44で、今吉祥女子がまあその首都圏偏差値で73ぐらいなんですけど、いやさすが
にこの29、まあこれ29の差があるんだけど、もう断言する。100% 無理。1億パー無理。もうね、法律が許してくれるならば、もう100万円かけてもいいぐらい。いや、1000万かけてもいいね。元手がないけど。いや、だってさ、持ち偏差値からさ、プラス10でもまあ無理だよねっていうぐらいなのに、プラス約30だよ。いや、何がどうあっても不正をしない限りは無理だと思う。だからさ、そのなんかネットで調べようがさ、過去問をどんだけやろうがさ、さすがにこれは無理だってっていう感じで。でもなんだかその現実が見えないというか見てないというかさ、だからなんか幻覚が見えてるみたいな感じなんだよね。そう、だからまあ、このシーンをさ、まあ一連読んだ後さ、まあすごい笑ったんだけど、なんかその笑いを通り越してさ、なんかちょっとこのリーサさんがかわいそうに思えたんだよね。いやまあカエルの子はカエルって言うけどさ、まあこの今川家はもう典型的なカエルの子はカエルなんだけど、このね、今川家はね、ちょっとね、カエルの子はカエルぐらいじゃないわ。ちょっとね、種類が違う。殿様ガエルとアマガエルぐらいだな。ちょっと今川ママがね、ちょっと やりすぎというか、だいぶちょっとね、やばいんじゃないのっていう。まあだからちょっとリーサさんもちょっとかわいそうだなっていう思いにちょっとなりました。笑いを超えてね。で、まあその今川家で、週末、吉祥女子の過去問やるわよってお母さんがね、まあ今川ママが仕切って、まあやらせたのよ。で、その結果が、なんと、初めて解いた吉祥の、偏差値61の、まあこれ多分四谷大塚偏差値かな、偏差値61の難関校の過去問いきなり合格者平均点超えるなんてってな感じで、まあここにもさ82点55点って書いてあるけど、めちゃくちゃいい点数取ったのよ、これ今川リーサさんが。これはね、怪しすぎる。絶対なんかある、これ。いや、絶対なんかあるんだよな、これ。まあ、僕まだ12巻ね、この続き読んでないんですけど、まあ、一応予想としては、まあ、今川りささんが、全く意味わかんないよ。全く意味わかんないけど、過去問の答えをちょっと映してるとか、まあ、採点基準がめっちゃ甘いとか、時間ちゃんと測ってやってないとか、何かしらのね、不正とかなんかトリックが絶対あるはずなんだよね、これ。って僕なんか思うんだよね。あと最後にもう一点だけ言っとくと、例えば一回こうやって過去問解いたとするじゃん。で、それさ、いきなり合格者平均点超えたとしたじゃん。ここでぬか喜びしちゃダメだからね。だってこれ、一回こっきりの結果なんだから。そんなのわかんないじゃん。ランダム性があるわけよ。たまたま得意な問題に当たっただけかもしんないじゃん。だから例えば5回分やって、例えば4回は合格者平均点超えてたよってなったら、あ、そりゃすごいねってなるけど、一回こっきりだったらわかんないじゃん。だから決して一回こっきりの結果でぬか喜びとか、まあ、逆にすごい不安になったりとか、全然するべきじゃないから。で、あとごめん、もう一個だけ言っていい？さっきさ、これさ、今川さ、思いついたようにさ、過去問をやるみたいな話をしたわけよ。11月にママがネットで調べて過去問をやり込むことで合格できたって話を聞いたから、だから今週末吉祥の過去問やるわよっていう話の流れなんだけど、まあもうその時点でまあちょっと言わしてもらうと終わってるよねっていう。なんで過去問やるスケジュール立ててないのっていう。なんで思いつきで今週末やってんのっていう。まあもうその時点でまあ殿様ガエルって感じなんですけどね。まあそういうともしかすると殿様ガエルに失礼なのかもしんないけど。で、今川家が結構やばい雰囲気になってる一方で、その裏で加藤家、まあ加藤匠くんっていう真ん中のクラスにいる、まあ鉄道オタクの子がいて、だから鉄道研究部がある学校に行きたいっていう風に言ってるのよ。で、この加藤家のシーンに入るんだけど、もうね、今川家と対照的に考え方がとても健やかです。で、このシーンっていうのは、加藤ママが家にスケジュール表と、あとこの家族のルールみたいなことを大きい紙に書いてこう壁に貼ってるシーンなんだけど、まあここにね、家族で取り組もう、体にいい美味しいご飯、あったかいものとかさ、帰ってきたらすぐ手洗い、うがい、お風呂に入るみたいなことが書いてあるんだよ。で、とてつもなく素晴らしいなと思ったのが、これ加藤ママがね、心の中で思ってる言葉なんだけど、正直、勉強の内容はもう私にはわからないから本人に任せて、私にできることをやろうっていう風に加藤ママ思うわけよ。もうこれはもう本当に素晴らしいと思う。だからこれ漫画上では明言されてないけれども、完全にこれね、今川家と加藤家が対照的に描かれてんだよ。今川家は、この今川ママが勝手に過去問を思いつきでその週末にやってるわけ。しかも吉祥の。ガンガン勉強のこと関わっていってるよね。一方で加藤家は、もうママわかんないと。だからもう本人、匠くんとか、あとは塾に任せて、私はこういう家族ルールであったりとか、スケジュール管理とか、まあご飯を作ったりとか、そういう母としてサポーターとしてできることを一生懸命やろうっていう風に考えてるわけ。これはね、もう非常に健やか。まあ、ある種勉強の邪魔をしてないよね。で、まあ、そんなね、加藤くんっていうのは、まあ、ちょっと今川さんとは対照的に描かれていて、実は加藤くんめちゃくちゃ成績上がってんですよっていう文脈があるのよ。で、この加藤匠くんね、2月の勝者が始まった頃は、四谷大塚偏差値大体40ぐらいだったのよ。それが、これ見てください。最新の11月実施の、これ多分四谷大塚系なんだけど、偏差値 57.6 で、まあ、これ平均偏差値ではないけれども、1回こっきりのね、偏差値ですけれども、まあ、17.6 ぐらい上がってるわけよ。これには一言だけ言わして、さすがにそこまで甘くはない。これはあくまで超レアケースというか、まあ漫画だよね。さすがにこれはフィクション。まあ黒木先生はこういうわけ。基礎をきっちりと積み上げることさえできれば、偏差値58に到達できる、どの生徒で
でも到達できるっていう風に言うんだけど、さすがにそこまで甘くない。だって偏差値って要は相対的な数字で、周りのみんなとの位置関係なんだから、例えばさ、みんなが基礎きっちりしたらさ、偏差値58にはなんないよ。だって順位を前に抜かさなきゃいけないんだから、まあもちろんね、どこまでを基礎と定義するかにももちろん寄ってくるんだけれども、なんかをやれば偏差値が上がるとかっていう世界ではないのよ、そもそも偏差値って。違うの、常に走り続けてるマラソンと一緒で、周りとの比較なのよ。だから何々さえやっとけば偏差値上がるよねなんてことはなく、周りのライバルたちよりも抜きんでて努力した結果、偏差値がようやくちょこっと上がるとかってそういう世界だから、さすがにね、ここまで甘くないよ。半年そこらでね、偏差値が16も上がるなんて、そんな甘くない。まあもちろんゼロではないかもしんないよ。日本中探せばゼロではないかもしんないけど、例えばこれを参考にさ、あ、基礎さえちゃんとやれば、偏差値58に上がれるんだわ、みたいなことは思わない方がいいと思う。さすがにここまで甘くない。っていうことだけは一応受験に関して造形が深いものとして、一応これはコメント添えておきたかった。はい、以上でございます。第11巻のレビュー、これで最後ですけれどもね、次は12巻にね、いければと思うんですけれども、いや、11月ですからね、この動画上げてるのも11月ですから、結構タイムリーな話題多かったんじゃないでしょうか。もしですね、この動画を見て面白そうだなと思った方は、ぜひですね、高瀬翔大先生の2月の勝者、買ってみてはいかがですかというところで、今日は締めたいと思います。グッドボタン、チャンネル登録、ポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、オレンジ先生でした。バイバイ。チャンネル登録、よろしくねー。